FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後1時を回りました。週刊ウィーラブ沖縄、パーソナリティの国吉まりです。関です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組では意外と知らない沖縄のディープな情報や観光移住の際に役立つウチナーハック、おすすめのお店やイベントなどをご紹介していきます。番組を聞けばどんどん沖縄通になること間違いなしという情報をお届けしてまいりますので、ぜひ最後までお付き合いください。改めましてこんにちは。このウィーラブ沖縄も、まあ、3年目を迎えているということで。そうですね、ラジオだけで3年目ですかね、うん、ですね、うん、まあ、なんでしょう、想像よりも長く皆さんに聞いていただいているなという印象なんですけど、私的にはもう3年目なの、まだ1年とか2年じゃないのっていうぐらいの感じではあるんですけれども、まあ1週間に1度っていうこともあるから、はい、なんかあんま長さを感じないというか、はいはいはい、でコロナになっちゃったから自宅で収録したりしたでしょ。ありましたねなんかやった感はあんまないよね。そうか、毎日そのやってるラジオとかに比べるとみっちり感がまだないですかね。なんかね、俺的には、うん、そのまあ、すごいゲストさんとかに言うと、うんうん、結構話してる内容がヤンバルクイーナとか目が深いから、はい、なんか俺みたいなのが出ていいのみたいな、まあ、FM 那覇のね社長にも言われるんだけど、はい、じゃ全然いいですよっていう、うんうん、だから記事作っていく方がやっぱりすごく、他のメディアさんと違って、はい、長いこと追っかけるじゃないですか、うちの場合って。そうですね、北浜とかも1年半追っかけるとか今もまた、ね、去年の末からやってるけど、うん、いつまでやるんだみたいなのってゴールがあんまなくて、うんうん、ただ伝えなきゃいけないっていうのと残さなきゃいけないみたいなところを結構やってる感じはあるから、うん、そういう意味で言うとラジオって、まあ、この1時間で終わっちゃう、うん、完結しちゃうじゃないですか、はい、だからなんか短く感じるというか。あ、でもそうか、一つの記事を書くのに1年単位で使ったりとか、まあ、何ヶ月とかかかるものもある中で、うん、そういうのと比べると確かに1時間そう、まあ、だからそれを全部本当は集約して部分部分出してるから、まあ1時間で話してるけど、その裏側にはいろんな知識があってとか、取材して見てきたこととかがあったりとか、だからほらマンゴー一つ取ったって、そうですね、俺でも多分見てこれ美味しくねえなぐらいは、そこまで分かんないかなちょっと言い過ぎかな。でもまあそっか、美味しいの当てられる確率は上がってるんですよね。上がってると思う、うんうん、で匂い嗅げば多分、あ、ここだ、そんな美味しくないかもっていうのは分かる、はいはいはい、でそれってやっぱりその携わった人たちにいろいろ教えてもらったり、うん、まあ青森もそうだけど、はい、そういうのがあって、なんでちょっと短い、そうか、まあ、あっという間に感じて、まあ、そりゃそうかって感じではそうで、もう、まあ、サイト始めてからもまあなんだかんだでも6年7年、うん、6年か、うん、だからそういう意味ではまあね、まあ、それぐらいなのかな、まあ、でもやっぱコロナが長いっていうか、コロナの2年間のなんかその3年のうちの2年コロナでしたもんね。そうそう、だから中空な感じじゃないですか、はい、そこがやっぱりちょっともったいないよねっていうのと、まあ、どうなるか分かんないことだったし、うん、今となってはもうなんか風邪なんじゃねってなんかみんなが思ってるじゃない、はい、まあ、それを言うなんて俺は言うけど、はい、もう風邪だよねって思ってると思うんですよ、みんな。思いたいところはあります、うん、でだからそういう意味ではなんかちょっとね、やりたいようにできなかったっていうところではあるんですよ。そうですね、まだそのね、うん、それこそゲストをいっぱい呼びたかったっていう、うん、前はほら2人とか、はい、ソンダエサーさんとかもね、青年会の人2人来てもらったりとかしてたんだけど、うんうん、まあ、むしろ俺が画面に映んないような放送がしたかったんだけど、はい、ずっとね、だけど、まあ、ここ3人しか入れなくなっちゃったから、うん、でゲストさん呼ぶのも、ね、ちょっと今の状況で、北部から呼ぶのやめようかとか、で僕らが勝手にそういうこと思っちゃったりもしてるから、うん、ちょっとその辺がなかなか ねちょっとまだ思ったように言っていない、うん、まだこれから今年もですけど、来年再来年ともっともっとやっていきたいなっていうのはありますね、うん、そうですね、だから首里城さんとかにもね、うん、いろいろお話聞いたりとか、はい、
まあ、そんなことを今呼んで聞くなよみたいなことをやってきたわけじゃないですか、はい、まあ、テルさんとかね、そうですね、ヨナハさんとかでめちゃくちゃ無理を言ってきてもらって、はい、出てもらったりもしたんで、だそういう意味ではいいで、ね、まあ、そういうなんか沖縄でなんか本当になんだろう、あんまりメインとしてめちゃくちゃ取り上げられることではないんだけど、うん、やっぱのなんだ僕らが取材していくことで記事としてインターネット上に残っていったり、うん、YouTube の動画に残っていったりするとやっぱりその辺って見てくれる人は見てくれてですね、で、うん、そういう活動しているサイトとか、まあ、ラジオとかで放送していることに対してまあまあ今年はあのもうちょっときちっとやった形で、はい、今既存で、まあサイトっていうか、まあ、うちのスポンサーさんっていう方が結構増えたんですよ。おー、素晴らしい。で、まあ、ラジオでね、間に CM を入れるようなことでなんかやることではなくて、うちの場合も出てもらおうと、うん、だからまあ、もう本当に、ヨメニーとかもねあんな有名なんですけど、うちのサイトのスポンサーにもなっていただいていて、そうで、ヨメニーもそうだし、うんうん、まあ、他にも何人かいるんですけど、はい、聞いたことあるところが、そうそう、そうなってもらっていて、はい、その人たちを順番にね、やっぱラジオってほら1年間で54回しかないから、そうか、54人しか出れないんですよ、はい、だからもうそれはあとはもうそのサイトのフィーで、うんうん、高い方の人が出てもらうしかないんだけどそれ、ね、今その54人以上集まってらっ、そうそうそう、大人の事情で、一応30人ぐらいですね、はい、やっぱ今年はやっぱその全体として100社ぐらいとのお付き合いもしたいし、はいはい、うちのまあコンサルティングっていうのも、まあ、県外の人に提供する時間をちょっと県内に向けようかなってっていうのは正直思っていて、うん、まあ、求めてない人に別にやる必要はないと思うし、うんうんうん、で求めてるところで、まあ、うちのスポンサーになってくれてるところにはちょっと時間提供したり、はい、僕の時間提供したり、まあ、こういう風にしたらいいんじゃないってアドバイスができたり、うん、プラスだから、ラジオに出てもらうのとかサイトの方でも、記事を起こすためにうちの方から見たそこのお店であったりとかを取材させていただいて記事としてあげたいなと思ってるんですよ。はいはい、うん、だから本来は、すごい有名店さんとかうちからオファー出してやってたんだけど、うんうん、まあ、スポンサーになったところはスポンサーという記事として掲載していこうかなっていう、はいはい、で当然なんかフィードバックって、お客さんからも来るじゃないですか、うちにも来るんですよ。うーん、行ったんだけど例えば嫁にのお店とかも嫁にさんいませんでしたっていうのをコメントが来たりするんですよそうかそれいるって約束しないからはい、はい、それはしょうがないよねって話なんだけど、そうか、サイトの方にもこの帰りがあるんですね。そうそう、あるある。だからそういう部分ではなんか例えば店員さんの対応が嫌だったみたいなことを外部で書かれるよりうちにメールもらった方が良かったりするわけじゃないですか、はいはい、ただまあスポンサーさんがそういうことであったりとかですね、直接お伝えすることもできますしね、うん、あとはだからプレスリリース的にキャンペーンやるんです、だから告知してほしいですみたいなことはここでも言えるじゃないですか、うんうん、で、まあ、サイトにも掲載できるし、はい、まあ、ご贈答のこういうセット作ったんで公表したいですっていうところもあるし、はい、でいろんなそういうなんか、まあ、通販系も増えてきてるんで、うちがなんかそれを紹介して販売サイト作るかなっていうのもちょっと考えてはいるんですけど、まあ、そういう意味でちょっとバナーとかもね今少しずつ作り上げていって、はい、サイトの方に掲載してるんで、うんうんうん、スポンサーさん大募集なので、はい、サイトの方からでも、ぜひぜひ FM のねこのラジオの方からでもどこからでもいいので、連絡いただければいいなと思います。うんですね、まあ、そのスポンサーになりますっていうところまで行かなくても、なんかこれはどうなってるんですかとか気になる質問とかでも全然構わないので、全然構わないです、はい、なんかこういうことって取材してくれるんですかみたいな、なんでも全然、うんうんうん、なんか本当全然、プレスリリースを普通にいただいて、はい、一蘭さんとかそうなんですけど、プレスリリースを出展するときにいただいて、はいはい、まあ、うちあゆこが連れてったんですけど、うん、であゆこのサインも一覧に飾っていて、さすが、そう、一人目だったからね、芸能人一人目ってことで言って、はいはい、で書いた記事にたまたまなんですけど一覧の広報さんからじゃなくて社長さんからメッセージをいただきまして、ね、これ書いたら誰ですかって言ったら、たまたま僕が書いたんですけど、はい、書いた人に会いたいんで、馬を持ってるんで馬主席に来ませんかっていう、なんか意外なお誘いでしたね。そうそう、はい、まあ言ってないんですけど、コロナ、はい、その後すぐコロナなんてか言ってないんですけど、はい、まあ、そういうこともあったりとか、うん、うん、それはたまたまプレスリリースが来て取り上げるんだったら取り上げようつって言って書いたりもしてますんで、はいはい、でまあ、もしその取材だけでも来てほしいって方がいればもうプレスリリースでも、そうですね、まあ、うん、それだとまあ、スポンサーさんになれば確実に行くんですけど、うちの方が取り上げるネタになるかならないか
で、まあ、それをちょっと選ぶことも、例えばそのとんかつ屋さん始めるって言われた時に、はい、どうしたらいいんだろうっていう悩みじゃないですか。どうやって紹介しよう、沖縄料理屋さんだったら多分行ける確率がすごい高いんですけど、はい、串カツ屋さん始めるとかって言われた時に、ちょっと待ってみたいな、自撮りを使ってるとか、そうだ、そういうところが結構大事だったりするし、うん、まあ、コンセプトとかを聞いて、はい、やっぱうちが行くってなると無償で掲載するって言ってもうちは費用をかけるんで、はい、やっぱりそのスポンサーさんになってもらうってことはやっぱりすごく嬉しいんですけど、うんうん、まあ、そこら辺はうちの記事とかを見ていただいて、うん、取り上げてもらえるかなっていうところを判断してもらえていけそうであればぜひ、それなんかほら村とか何かから言われるんだったら行くんですよ。だから栗上村さんもそうですけど、はい、読谷さんもそうですけど、うん、そういうとこは行きますよね。で、宜野座さんとかも、松田鍾乳洞さんとかからも声がかかって行ってますけど、はいはい、どうやって取り上げようかっていうことを考えて、やっぱこうやって取り上げるべき、うん、でやっぱご提案して、でうちはこうやって記事掲載しますけどいいですかとか、そこはさっと打ち合わせをして、体験系だとそうヤンバルとかもそうですけど、今言ってて話をして、うんうん、どうしましょうかって言って出す。でその時にここのショップさん使ってやるんですよ。さあショップさんは別に、掲載はするけども、それでもスポンサーになってくれるところもあるんですよ。そんな安くない、うちのスポンサーって、月額いくらとかだから、はい、そんな安くないんだけど、まあ、でもそれ以上の価値は提供しようと思ってるんで、うんうん、まあ、そこにね今の段階から関わっていただけるところがね多ければ多いほど嬉しいなと思ってますし、ですね、ダイビングショップさんとかだったら見返りはかなりあると思います。相当あると思うよ。取り上げる方たちの熱量がまたありますし、もう皆さんよく知ってる人たちが書くので、そうで、うん、行くし、行って使った時に、はい、その周りの人もみんな行くじゃないですか。ここ行く時はここ行った方がいいよって、うんうんうん、うちも言いやすいんですよ。だからまあ今回国神もあるショップさんを紹介してもらってるんですけど、そこもそもさんになってもらったらすごくうち嬉しいです。だって俺が多分記事書いたり周りの人にシェアするだけで、多分去年ね、あるショップさん、南部のショップさんは多分ダイビングの講習だけで相当数行ってると思うよ。このエリアならここ行ったらいいよみたいな紹介ができる、ね、多分俺の紹介で10人以上ライセンス取ってると思うから、すごいな。10人も取ってるかな、でも7人ぐらい取ってんじゃねえかな。へえ、うん、はいはい、そういうプラスアルファの見返りが取ってはいないけど、俺の紹介で来たっていう人で潜りに来てる人は、まあ、10人から超えてるから、うん、そういう人たちがリピーターになったら結構大きいじゃないですか。そうですね、うん、それはもう本当に全然記事以外で、まあ、プライベートなんか個人的に紹介する人たちも、はい、数は今結構いますし、今一生懸命宜野湾のショップさんと話してるんですけど、社長が、うん、社長がブツブツ交換じゃダメかって、ブツブツ交換スポンサーブツブツ交換じゃダメかって言われて、はい、じゃあ社長のとこだけいいですって今言ってるんだけど、それは何かというと船に何回乗れるチケット出すとか言ってるわけ、はいはいはい、もう全然いいですよ、そのチケット売るからっつって。なるほど、それもあのダイビングショップさん相談してもらえればあります。いろいろあの交渉できるかもしれないですね。そう、なんかいやでもそれで楽しく、うんうん、やっぱいいショップさんとか紹介したいし、はい、みんなこういうこと言ったら楽しいよっていう。そうですね、うん、これだけたくさんあるダイビングショップさんの中で光ってるものがあるところをぜひご紹介したいですもんね。そうそう、したいしたい。だからエリアによってはね、東側とかあんまりね行ってる人少ないから、うんうん、そこでやってるところとか全然取り上げたいし、うんうん、そうなんですよ。そうですね。ということなので、はいはい、スポンサーを募集してるんで、ね、スポンサーも募集してますし、はい、今日この話だけで終わるわけにはいかないので、ちょっと先に進みますね。はい、ではお待ちしてますということで、はい、本日の We Love 沖縄は前半に沖縄の女子スポーツチームについて、珍しいですね。で後半では市町村の紹介しようのコーナーで、今日は座間味村を紹介していきたいと思います。はい、それでは本日も最後までどうぞお付き合いください。お願いします。
今週のこちらのコーナーでは県内の女子スポーツチームを紹介していこうと思います。プロスポーツ選手を目指すってことは、まあね、生半可なことではいけない厳しい道のりがあるわけなんですが、同じように地域からスポーツチームを作り上げていくっていうのもなかなか難しい道のりでして、まあそうだよね、うん、で今まで沖縄に、まあ、沖縄にプロスポーツチームができたのって割と最近のことですからね、うん、でまあその中で今のところ、まあ、男子スポーツチームっていうのはちょこちょことでき始めているんですけど、女子のスポーツチームっていうのがまだまだ少ない。でもその中でもどんどん盛り上がっていってほしいっていう思いでちょっと今日は紹介していこうかなと思います、はい。まずは女子サッカーのスポーツチームですね、はい、で県内では割と女子サッカーも盛んプレイ競技人口は多いようでして、2つ、プロなのかな、セミプロも含めてなのかな、の2つのサッカーチームがあります。で1つが全ホレン琉球レイゴーズというチームと、ビクサーレ沖縄 FC ナビータというチームがあるようでして、この2つのサッカーチームが、日本女子サッカーのトップリーグであるなでしこリーグ一部の参入を目指して奮闘しているみたいそうです。今何部なんですかね。今何部なんだろう、すいませんちょっと情報不足で、ね、あれなんですけど、まあ、一部を目指している、まあ、2部3部女子サッカーのレベルってどうなんですか。なんか、まあ、今ね世界大会に行くレベルだと割と今よく聞くので上位なのかなと思っているんですけど、僕地元の後輩が、はい、沢とかと一緒に出ていて、まあ、沢も地元は一緒なんですけど、そうなんですね、はい、小林弥生っていうのは実は、僕らの地元の後輩に当たってて、はい、まあ、なでしこジャパンですよ、うんうんうん、で僕の、長女がいるんですけど東京に、はい、長女の同級生は実はなでしこを目指しててもうサッカー選手になってる子がいます。まあもう20、まあ、もう 3かな、はいはい、3かな今、結構まあまあ有名になったみたいで、もう年長さんの時からサッカーやってたんですけど、保育園の時から、そうそう、で年長サッカーっていうのに僕が駆り出されて、うん、パパさん元サッカー選手だよねって言われて駆り出されたことがあってはい、はい、コーチより上手じゃねみたいなでざわざわってなって、やる気はなくて、うちの娘が全然やる気なかったんで、はいはい、俺も全然教える気ないし、でサッカー協会の仕事やってる同級生にいっぱいいるんですよ、サッカー部のやつがいっぱいいて、サッカー部 で俺はそういうなんかなんだろう、奉仕の精神みたいなのないんで審判の資格持ってたんだけど奉仕の精神はないの でそうそう、商売人なので、はい、なくてやってないんですけど、まあ、女子サッカーってすごい難しいなっていうか、うん、澤さんで澤ハマれてやっぱりね、日本が変わったっていうか、ね、うん、で彼女は本当に、男子サッカーと一緒に練習をしてたんですよ。あ、小さい時はなんか男の子と一緒にやってたみたいな。そうそう、男の子と、まあ、実際こっちでもそうだと思うし、はい、ビーチサッカーなんかで、まあ、こっちの、ね、サッカー審判出してもらったりするんで、うん、JFL の人たちとちょっと関わったことがあるんですけど、やっぱりそのなんだろう、女の子たちビーチサッカーなんかだとやっぱ女の子がやっぱ男子と混ざってやってたりするんですよ。あ、もう男女関係なく走り回ってるんですね、うん、で特に基地の中のチームとかだともうガチで女の子が男の子を制圧するぐらいのことがいるんですよ、すごい本当に。だからまあレベルはどうかわからないにしても、うん、スポーツ環境ってまあキャンプをやりに来る場所だから沖縄って非常にやりやすいはずなんですよ、はいはいはい、寒いことがないですね、うん、だからそういう意味ではまあ、もうちょっと上の方を目指していけるような気はするんですよね、うん、あ、じゃあもう環境が出来上がればっていう感じなんですかね。やっぱ人口が多いかどうかっていうところもあるから、ビーチサッカーとかは非常にマネタイズに苦しむなと、はいはい、で僕も関わってやった時期があったけど、うん、ちょっとやっぱ難しいなって正直思っていて、うんうん、それはなぜかっていうと、ブラジルとかってビーチサッカーからプロになっていくんですよ。ビーチサッカーからも普通のプロにスカウトされていくっていう流れなんですよ。だから子供たちはビーチでサッカーやってて、うんうん、要はコートがないところでサッカーやってて、そこから上手になっていって普通のサッカーに行くんだけど、うんうん、日本って逆の流れなんですよ。サッカーやってたプロ選手たちが辞めてビーチサッカーに流れたんです、はじめラモスさんとかが。ああそうか、はいはいはい、うん、そうするとそこの時は盛り上がったんだけど、うん、
今ってビーチサッカーからじゃあそこに行ける人がいるかっていうと登竜門的になってないのと、うんうんうん、JFL の中でも規定が結構ないんですよ、ビーチサッカーがまだ。ああ、まだルールを決めるまでに。フットサルとかはなんか協会団体がちゃんとしてんだけど、はい、ビーチサッカーはそこまで法整備みたいなその業界団体の整備が進んでないから、あ、まあ、ちょっとどうなのかなっていうところがあって、そこもまず固めなきゃみたいなのはあるんですね。やっぱ文化の流れとしてそのやっぱりサッカーをやってる人口が多くてビーチサッカーから入っていってプロになるっていう流れはないじゃないですか、日本の場合って。そうです、まあ、サッカーはサッカー、うん、ビーチサッカーはビーチサッカーって感じですもんね。やっぱり当然スキルも違うし、うん、能力もちょっと違ったりするから、はい、まあ不向き向き不向きもあると思うんだけど、うんうん、で女子とかはやっぱりその体力的なこともあるから、はい、本当はなんか砂地走ったりする方が足腰にいいのかもしれないし、そのちょっと全然その辺は今の医学的に何がいいのか分かんない、はい、うさぎ飛び溜めとか言うじゃない今。そうか、いろいろあります。そう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 、スクワットもこの方法がいいみたいなのありますもんね。そうそう、だからそれもだいぶ進化してきてるから何がいいのか分かんないんですけど、サッカーチームとかやっぱり盛り上げていくっていうと観客動員数なんですよね、どう考えても、うん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 、でそこがやっぱり、まあ、コロナがあるから今お客さんも呼びにくい、そうそう、何とも言えないよねっていうところなんですよ、うんはいはい、でプロサッカーを育成していこうと思ったらどう考えてもスポンサーを集めるべきだし、うん、盛り上げないといけないからお客さんを呼べないといけないわけですよ、はい、そうすると、スター選手のようなスター選手が出てくると、うん、と、まあ、集まりやすいですよね。そうそう、うん、でなんかそれでも美人さんがあんまりいないって言われたサッカーチームの中に、はいはい、川上選手みたいにちょっと綺麗な、うん、ビジュアルがいい子が入ってくると、はい、その子が一躍有名になってするじゃないですか。そうかそうか、だからそういう流れはやっぱりサッカーでも欲しいじゃないかな。ただ上手いだけだとやっぱりあれっていう、もう一つ何か足りないみたいな感じになっちゃってる、うん、っていうのはあると思うんですよ、ね、うんうんうん、だからやっぱゼホネさんがスポンサーになってるところでも相当お金はあると思うから、そうですね、力を入れてるはずですよね、うん、でじゃあ それは どうするのってなった時に、うん、なんだろう、選手を育てるというか強くするのもそうだけど、観客動員数を増やせられるかどうかっていう、どうやってお客さんを呼ぼうかっていうところになってくるんですね、はいはい、で僕の、先輩の、まあ、マーケッターっていうかコンサルタントの方で、うん、アルベックス新潟のコンサルやった方がいるんですよ、はいはいはい、でこの方っていうのは J2 の時にアルベックス新潟を観客動員数日本一にしてる人とか、売り上げ J2 なのにですね、そうそう、J リーグの売り上げナンバーワンだったのは実はアルベックスなんですよ、すごい、はいはい、でそれ何をやったかっていう話も全部聞いてるから、はい、全部わかるんだけどだけど一番大事なのはこの人たちの選手の人とチームの人たちのマインドなんですよね、あ、だどこ目指してるのかっていうのはバラバラになっちゃうとうまくいかないし、はい、なかなか難しいですよ、そのみんなが同じ方向を向いて盛り上げていくって感じですかね、うんうん、じゃあ、うんうん、それとお客さん呼ばなきゃいけないことにどれだけ会社が、あとはもう物販ですよね、売り上げ上げるって言ったら物販しかないから、 J リーグなんて、はい、タオルどれぐらい買ってもらうかとか、ね、選手、有名選手の T シャツ何枚買ってもらうかみたいなのあるじゃないです か、はいはい、だからそこはまあマーケティングが必要だと思うけど、はい、やっぱこういうチームっていうのはチーム一丸となってどこ目指すのかっていうのをやっぱり掲げないと、俺も初めて、これシナリオ作ってもらって初めて聞いたのね、名前も、はい、で意外と女子サッカーとかやってる子がいるから見てたんだけど、はい、県内にもこんなクラブチームがあるんだっていう、そうそう、みんななんかだから九州に出てったりするんだよ、沖縄の子と九州出てってとか、あ、でもなんか、まあね、近くで、するじゃないですか、はい、だからそういう意味ではなんかそこに行かないでもできるような、そうですね、うん、このレイゴスに関しては今九州の一部リーグに所属しているみたいなので、うんうん、もう実力もそこそこある、うん、チームなんだなっていうのは感じてます、まあ、それだったらまあ九州の方でなくても沖縄でチームに入れたら、試合相手とかがいないからどうしても向こう行くしかないんじゃない、ゃそれはあるかもしれないですね、うん、だからなんかそのキャンプをやるような誘致をしてる、うんうん、まあ、読谷村とか結構やってるじゃないですか、はいはい、キャンプ誘致を、ああいうところに絡んで練習試合を多く組むとか、はいはい、なんかそういうのは必要なのかもしれないよね、逆に言うとそれができる沖縄は
それをうまく使うといいような気はするけど、うんうん、相手に来てもらうっていう、うん、何お前素人なのに言ってんだよって言ってる人、うん、いや俺の知り合いとかでもなんかある球団のジェネラルマネージャーやってる人とかもいるんで、はいはい、もしかしたら何言ってんのって次あたり言われるかもしれないんだけどでもなんかそういうふうに思います。うんうんうん、うん、そうですね。まあいろいろそのチームの練習だったりとかそれぞれの実力、個々の選手の実力っていうのは、ね、うん、高いはずなので、それをどうあの試合に慣らしていくかとかも必要ですよね、うんうんうん、でそれに関してそのお客さんを呼ぶっていう方法もいろいろ模索できたら、俺的には、はい、もうちょっと分かりやすいネーミングとかつけた方がいいような気がする。なんかコテコテじゃない、デイゴスとか、まあ、いや分かるんだけど、はい、じゃなくてなんか女の子っぽいなみたいな名前にしてあげて、ガーリーな感じでいいってことですか。なんか俺たちも親近感持てるじゃない、はいはいはい、県民として。沖縄ってさ県民としてっていうところはちょっとあるじゃないですか、まあ、チームに対して。そうですね、例えばキングスとかもそうだけど、うんうん、なんかそれがさ昔はなんか富士通とかね、あっちの方のチームをずっと俺たちは見てきてるんだけど、うん、キングスが試合したりしてるとさキングス応援するじゃないみんな、うん、県民って。そうですね、だからそういう雰囲気をなんかデイゴス、まあ分かるんだけどもうちょっと女の子っぽいのつけてくれるとなんか応援しやすいっていうか、うん、なんだろうな、かわいらしいというか、そのなんかキャッチーなってキャッチーな、まあ、キャッチーっていうじゃないけどなんか名前って結構大事じゃないですか。まああります、イメージができますもんね、うん、なんか強いサッカーチームなのかなっていうネーミング、うんうん、とかもなんかあった多いような気がするけどなっていうちょっと難しいけど、そうですね、うん、でそのもう2つ目のビクサーレ沖縄 FC ナビータが、はい、こちらが、万国公園、まあ、那覇にあるサッカーチームになっているようでして、はいはい、公園の中にあそこってサッカー施設なんかあんの？俺はなんか鳥を撮影にしか行けないからさそっち側じゃないか、反対側か、反対側はその大野山公園の近くに、あ、そうかそうか、あの、まあ、テニスコートとかあるね、そのサッカーしてそのスポーツ施設ある？あ、すみません、私もテニスコートあるよね。テニスしに行ったことしかないのであれですけど、テニスコートは認める。サッカーなんかあるのかな、あれ、まあ、でもあるんだろうね、広い公園なのでサッカーできる施設もあるんだと思います。まあ小野山使ってもいいとは思うけど、そうですね。でまあそのにビックスビクサーレなんじゃなくてナビータの方の名前の由来が、まあ、沖縄の女性の名前で昔よく使われていたナビーとポルトガルのボニータ、うん、可愛い子っていう意味のボニータっていう合わせた造語を作っているみたいです。分かるんだけど分かるんだけど、はい、説明しないとイメージができないネーミングはどうなのって、ちょっとすいませんこれ職業病なんでちょっと置いていこう、はいはい、うん、もう分かりにくいと思ってます僕の師匠も多分これ同じとこ突っ込むと思うので多分そのアルビレックス新潟のコンサルタントの方も同じことを言う、はい、とは思います、まあ、名前も分かりイメージしやすくって感じですかね、はい、この間そのお弟子さんが僕来て一緒に潜ってるんですけど、はい、僕は友達なんですけどその人の弟子になったんで、はいはい、その話もしててアルビレックスの話とかもしてたんだけど、まあ、多分同じことを突っ込むと思うそいつは突っ込むと思う間違いなくでもね、2チームともユースチームを持っているのでその練習の体験会とかも開催しているようなので、うん、選手足りねえってこと、ね、これ、まあね、多分募集してるんだ、女子サッカーの、ね、人口を増やしたいっていうのもあるんでしょうね、まあ、そうだろうね、本当それって、まあ、うちのその、名前言っちゃうとまずいんで言わないですけど、はい、うちの娘の同級生の子は、うん、もうめっちゃビジュアルも可愛いですよ。もう俺もう本当にこんな子は知ってるけど、はい、めっちゃサッカーも上手で、その子なんかはどこなんだろう今ちょっと分かんないけど、多分もしかしたら、ね、ベレーザなのかもしれないし、はいはい、まあ多分めちゃくちゃこういうところに近づいてくるんだけど、もう本当に年長さんから始めてるんですよ、うん、もうそうか、だからその頃から確保しなきゃダメ、親を丸め込んで確保しなきゃダメ、そのチームに入れとかないといけないんですね、うん、そうか、まあそういうことも含めてそのね、うん、解放しているんだろうなっていう、多分それをやってった方がいいね、うん、それで何人かいて、うちの娘もだからあわよくばっていうか興味があったら行ったんだけど、うん、下の娘はバレーボール行ったの、母親の影響でバレーボール行ったんだけど、はい、長女は、はい、いや全然もうなんか俺誕生日にエレキギターかなんか
勝手に調理道具だけど音楽の方が好きだったんです。いやよくわかんない、それは才能ないと思うけど、俺のね血が引いてるんだったらないと思うけど、わかんないですよでもサッカーだったら上手くなるぞって言われてたけど、はい、やらなかったね。だからまあ親の言うこと聞かないタイプなんだと思うし、はいはい、まあ俺と同じだから聞かないんだろうけど似てらっしゃるんですね。そうそう、だから聞かないと思うけどでもやっぱそれってやっぱ子供の頃から友達がやってたってきっかけじゃないですか。俺野球が下手だったんですよ、子供の頃、はい、野球めっちゃうまいやつがいたのいっぱい、うんうん、で、あもう無理だ出れねえ、試合にも出れねえんだって野球場行ってもしょうがないじゃんって小学校3年の時に思って、仲良かった友達がサッカーやろうって言って、誰もサッカー部ないんだよそっか、でもまだサッカーが日本で定着してないくらいのところですよね、うんうん、あだから橋渡さんとか同級生なんですよ、同い年なんですけど、はいはい、あの J リーグ立ち上げたね人たちが、うん、だけど本当に当時って実業団、俺もだスカウト来たよ高校の時、今の浦越、あすごいですね、三菱重工さんから来て、はいはい、工場作業員やりながらサッカーやらないかって言われたから絶対嫌ですってどっちが嫌だったんですか。いや工場作業が嫌だったなるほど。でその後三菱自動車に入るんだけど1年で辞めたもんあそれは関係なくね、工場じゃなくてメカニックになってから入ったけど辞めたんだけど、はいはい、うんうん、だやっぱそういう時代だったから、だけどやっぱ子供の頃からやってると結構うちのその、ね、娘の同級生の人を見ていてやっぱ思うから、でもその長く続けてるっていうのはすごいことですもんね。そうそう、やっぱ何人かいたけど離脱してって2人ぐらいいるんだよね、はいはい、うん、何人もいたよたくさん、うんうん、でサッカー毎週やってて大会にも出てだんだん、ね、小学生になってくると離脱していくのと親が付き添わなきゃいけなかったりすると、はいはい、親の仕事でもうちょっとできないわってなって、うん、いるけど、でそれでもやりたい子やるじゃない、うん、それで好きな子たちは続きますよね。そういう空気を作んないと、確かに週末はサッカーやったら面白いよねみたいな空気は作んないといけないような気がしますよね、うんうん、サッカーだけじゃなくてね、もうバスケもそうだし、うん、近くにないとなんか触ることもできないですし、うんうん、だこういう取り組みはいいと思うよね、うんうんうん、だ来てくださいって入りやすくして、でなんか少し応援するの好きなね、サッカー見て応援するの好きそうだなって思った子をちょっと連れて行ってみるとか、そうですね、そうすると、うん、実際やってみるとすごくハマる、楽しいなって思われる、ね、女の子もいるかなと、うん、難しいのは、うん、この後名護のチームの話じゃないですか、はいはい、あの日テレベレーザーとかの試合を目の前で見れないっていうのはきついかも。なんでかって言うと、うちだって地元が稲城に近いから、その子たちも、はい、読売ヴェルディとかの練習を見に行けるんですよ、うんうん、なんかそれを見てやっぱかっこいいって思って刺激されるところはありますよね、うんうん、だからあとフリューゲルスの練習場とかも近かったから、はい、休みの日に車でちょろっと見に行けるわけ、うんうんうん、でプロ選手がめっちゃ近くにいるし、はい、もう俺なんか子供の頃ってほらペレが引退試合するに来たのを国立競技場見てるわけよ、はいはいはい、でペレの試合を見てるわけ、俺生で見てるそうもう本当に神様の試合を見てるから、はい、鎌本さんとかがね現役だったのを見てるから、うん、やっぱすごいよねっていうのを知ってるわけじゃないですか。なんか憧れる要素もね、そこがそうそう要素がやっぱり、うん、内地っていうか東京はやっぱ近いよね。それはもう沖縄からだとそこまで行くっていうパワーって結構あるじゃない、はいはい、だからそれをなんかで作らないと沖縄のなんか繁栄、うんってなかなかないよね。だから入ってくれて、こういうチームになったら東京のこの生の試合を見に連れてってあげるとか、うんうんうん、なんかそういうのがあったらみんな芽生えるような気するけど、あ、はいはい、うん、でも確かにそういうのがあるといいかも、うんうんうん、目標にチームもしやすいですしね、はい、なんかたわごとでいいんだったらあのコンサルじゃなくてお金いらないんで話しさせてもらって聞いてくださいいいですね、難しい、うんうん、あの難しいです、難しい、熱は長く続かないんで難しいですね。で、あそのね名護のサッカークラブチームなんですけど、はい、クイーンズリコというチームがあって、こちらが子どもから社会人まで含めて幅広く障害スポーツとしてのサッカーできる環境を作りたいということで設立されたチームになるそうです。社会人のサッカーチームが、まあ社会人とは言ってるんですけど中学1年生から始められる形になっているようでして、これはサッカーをやってるのかね、フットサルをやってるのかね、何をやってるんですかね、サッカーなのかね、一応サッカー
チームなんじゃないですか。はあ、うんうん、もうさ社会人とかって走れないよ俺結構なんかそのミッドフィルダーっていうかハーフっていうとこやってたんだけど、はい、めちゃめちゃキラーパスを出す人だったんですよ。でもここまでギリギリ走らせるかっていうとこに出すわけじゃない、はい、意地悪に走んなきゃいけないんですよね取る人は。そうそう、でそれは本当にずっと俺なんか、ね、下の年で上の試合に出るんですよ。だから1年坊なのに3年の試合とか出てたわけ、はいはいはい、で先輩とかをいじめるためにパスを出してる感じだったっけよ同級生とか追いつかないやつが多いんだけど、はいはい、先輩とかはやっぱそれをついてきてくれるんです、ね、センタリング上げるこの人みたいな、うん、でそれをなんかシュート決められないと怒鳴られたりした先輩とかいたんだよね。あ本当にすごくてお前それ取れよみたいな感じになるんです。そうそうシェキーとか言って怒られていやいやいや上げるんだこの人と思ってもうちょっときついとこ出そうみたいなのあのチョンさんたちのね大の人たちでいたんですけど、はい、本当にそんな感じだったんですけど、なんか社会人って走れないと思うけどね。なんでそれ、まあ、ゆっくりゆっくりやるんじゃないですか。いややらないと思うよガチでやる人はもうこの人たちガチなんで、うん、そうか、うん、でちょっと見たいなこれ本当、ちょっと合間に女子、うんうん、サッカーのチームの練習とかもちょっとこっそりちょっと見て、うん、雰囲気を見てみたいなと思います。でまたねその走る方のプレイヤーではなくてゴールキーパーのスクールとかもあるらしくて面白いですね。キーパーの方が瞬発力だから、はい、若い方が得ですか、うん、いや得うん、うん、沖縄はビーチサッカーでは、世界戦に一番試合数出てるのがテルキナ選手っつってゴールキーパーなんですよ、はい、ーーうちが、はい、ザンパビーチでビーチサッカーの、はいはい海開きの企画をした時にキックオフをやるっつって村長がシュートをするんだけど、はい関さん取っちゃっていいですかって言ったらダメだろっつって絶対取るだよっつって取れるっつったら、はい、この距離でも取れますってのがもう本当に取りそうだった。へでも30センチのいやもうすぐそれぐらいでも、はい、村長取れちゃう蹴るぐらいだったら僕取れますって言ってじゃあダメ取っちゃダメめっちゃすごい選手なんですけど、はい、そのうちね番組に出てもらいましょう。面白いですね、うん、だから本当キーパーこそ難しいと思う。難しい。でも、まあ、そのキーパーの、ね、を中心にしたスクールってなかなか私知らなかった、うん、見かけないなって思ったので面白いですね。テルキナスクールを楽しみですね。日本一の選手ですから、うん、でそうかこ のサッカーチームではそれこそ保育園生から参加することができるので、うんね、さっきお話ししてた狙って囲い込む作戦をやってるみたいですね。簡単に入れてなかなかやめられないっていうチーム作りをすると、うん、いいと思います。でも教えるただただその、ね、小さい時からサッカーをさせるだけじゃなくて教える側も上級ライセンスの保持者を持った人たちが指導に当たってるので、うん、しっかりサッカー自体も学ぶことができるスクールとなっているの で、ね、まあ、ちょっとね名護市で那覇からは遠くになるんですけどその名護市内周辺とかに住んでる方たちはぜひそうですね、うんうん、参加してほしいなと思います。だから名護あたりね 3,4 チームあっても面白いと思うけど、うんうんうん、面白いですよね。最近人口も増えてきているエリアですからね、うん、でこちらまではサッカーのチームでお伝えしてきましたが次ハンドボールチームに行きたいと思います。ちょっと駆け足でハンドボールチームがあるんだみたいな。沖縄ハンドボール王国ですからね。そうだよね、うん、でラティーダという名前でテラスホテルズが発足しているへそう、ね、ハンドボール女子チームになります。でマスコットがいるみたいで琉球コノハクズフクロウさんの、うん、をイメージしたキャラクターがいるみたいですね。でちょっと可愛い感じかなと思います。本物は危険な感じですけどね。で、そうか1月22日今日かな今日じゃないに収録なんで今日の日付は言えませんみたいな今日だよ今日か、うん、今日石川県で試合にも臨んでいるみたいでその後2月の11日19日石川じゃなくて石川県なんだね石川県ですよねすいません石川2月には、沖縄でも試合が行われる予定となっているそうなのでちょっとねコロナの状況も怖いなとは思うんですけどそうですね、うん、それが落ち着いていればぜひ見に行ってみてください。日本ハンドボールリーグなんでねちょっと、うんうんうん、こういうのは盛り上がるといいですね。あのサッカーと、動きってすごく似てるんで
ハンドボールって。そうかそうですね、うん、すごい似てるんですよ、うんうん、なんで、サッカー向いてないなっていう人はハンドボールもありかなって思います。サッカーとバスケットが一緒になったみたいなスタイルですね。確かそうですね。とでもね、フォーメーションの取り方はどっちかというとバスケよりもサッカーに近いんですよ、はい、ハンドボールって。あ、だなんかすごい似てるんでいいかな、選手としては、うん、となります。ですいません、ちょっとね BGM がね切れちゃいました。切れちゃいまして、どうするんだみたいな、どうするんだってなってますけども、まあいいでしょう、そのまま続けましょう。はい、続けます、はい、ですね。沖縄県はスポーツコミッションということで、スポーツの大会やイベント、はい、合宿の誘致などを積極的に進めて、県レベルで積極的に進めているので、ね、さっきもおっしゃってたんですけど、うん、年中あったかくて気候がいい場所なので、うん、スポーツがしやすいという環境を生かして、どんどんスポーツ盛んになっていくといいですよね、はい、以上、アリンクリンウチナーガイドのコーナーでした。で一回ちょっといい、なんか全部してる。すいませんでした、はい、で続いて後半では市長さんを紹介しようのコーナーで、ザマミ編、ザマミ村編をお届けしていこうと思います。そうですね、少し前半のサッカーの話で盛り上がったので後半駆け足していきたいと思いますが、はいはい、ザマミ村はケラマブルーと呼ばれる世界中のダイバーが一度は訪れたいと願う海と、その西側に浮かぶ大小20もあるんですね、島々からなっている村となります。いっぱいありますね。で2014年には国立公園にも指定されています。で友人、まあ、20個島があるんですけど、友人島はザマミ島、赤島、ゲルマ島の3つ、はい、で村役場はザマミ島に置かれています。ザマミ、まあ、クジラ、この時期だとクジラとかもそうですね、よく来られるんですかね。クジラはめちゃくちゃ見れますね、うん、ただ泳げないんですよ。クジラと僕がやってるスイムは、はいはい、ケラマ諸島は、泳いじゃいけないんです。ああ、そうなんですね。ホエール協会があって、はい、決まってるんですよ。このエリアではクジラと一緒に泳がないでくださいってことになってるんですね。ザマミはダメですね。あ、じゃあ結構なんか制約があって、那覇から行くショップさんはここで潜れないみたいなのもあって、うんうん、ザマミとかのポイントとかはザマミに行って泊まって、あ、もうそのザマミ村をちょっと活性化してほしいっていうこともあるんですかね。そういうことはしっかりしてやっているところで、うんうんうん、まあ当然ですけど、はい、めちゃくちゃ綺麗です。
ね、さっきも言ったように世界のダイバーが一度は訪れたいって日本じゃなくて世界ですからね、うん、まあ、沖縄来て本島来るすら大体ザマミ行っちゃうんですよね。でザマミで結構ハマって、まあ、向こうでケラマあたり、はい、あのケラマ諸島あたりでみんな潜るんですけど、はいはい、でだんだんいろんな、なんだろう、本島のこっち来て、うん、あなんだ糸満もこんな綺麗なんだ、あそこからスタートするみたいな、宜野湾もこんなとこがあるんだ、うんうん、砂辺もこんなとこなんだみたいな、なんかそういう風になっていく感じ、はいはいはい、どうしてもなんか講習やるゾーンみたいになっちゃうところもあって、あケラマかですか、ケラマも、まあ、ザマミか、うん、ザマミもそうだし、ケラマもザマミも同じような、なんかもうダイビングの講習だったらここで行って撮りたいよねみたいなのも結構、うんうん、内地家の人は結構多かったりするんですけど、撮るならまあ綺麗な海で撮ろうよみたいな、まあ、本当はそれは良くないんだけどね。そうなんですか。地元で撮った方がいいんですよ。ライセンスは地元で撮って、はい、地元で練習すればいいの、プールとかで、うんうんうん、でたまにしか来れないんじゃないですか、はい、そんなしょっちゅう、あ慣れた場所で撮る方がいいってことですか。そうそう、慣れた場所で撮って、うん、そのまあ、こっちにいる方っていうのは基本ガイドさんなんで、うん、こっちに住んでる人がライセンスを取るんだったらいいんですけど、はい、何かの相談をしたい相手なんですよ。あそのライセンス取った時の先生で、自分こういうだったんですけど今度こういうダイビングしようと思うんですけどどう思いますかっていう相談をする相手なんだけど、そうなんですね。もともとはね、はいはい、だから結構今の若いインストラクターさんとかが間違った認識のところも結構あったりもするんだけど、はいはい、なんかいろいろその世界と比べると違ってたりとか、うんうんうん、でも沖縄の常識とかもあったり、だからリゾートダイビングの常識があったり、うん、で内地でやってた人たちからするとちょっとギャップがあったりするとこもあって、俺なんかすごいギャップを感じてて、なんでこれしないんだろうとか、なんか俺なんかの時はもう結構ほらスポーツダイビングだったからスパルタなんですよ。そうか、ダイビングにもそのスポーツとかそのリゾートとかってちょっとずつ分かれてるんですね。いや、だん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 リゾートになってってブレイクしていったんですよ、はいはい、で今結構だからその機材とかが良くなったから、うん、まあ、ケラマで今潜るって言ったら俺普通にウェットで入るんだけど、はい、インストラクターさんは結構ドライスーツ着て、そうすると体濡れないから、その後のアフターが良かったりするんだけど、だけどそのゲストを迎え入れる時に自分がドライを着てウェットの人を迎え入れるっていうことを、まあ内地のダイビングショップの人たちは昔はしなかったんですよね。自分はウェット、お客さんがウェットなんだ自分もウェットみたいなとこあったんだけど、だそれがだん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 リゾートになって何でもよくなってって、うんうん、みたいな、だからちょっと空気感違うんですよね。で俺が撮った時とはちょっと違うかなって。あなるほど、そのまあ時代の流れみたいな。そうだからすごい本当になんかフェイスブックグループとかでも結構いろんなダイビングのグループ入ってるんですけど、こういうダイバーさんいたんですけど皆さんだったらどうしますかみたいなこと書いてて、でそしてインストラクターさんなんですよ。へ書いてて、串本って、まあ紀伊半島の方なんだけど、はい、めっちゃ有名な場所ですよ。でその人もすごい潜ってるだろうし、うんうん、もう多分これまで2万本とか潜ってる方だと思うんですけど、はい、どう思いますかって言うから、いや沖縄だとこういう人がいてちょっとこの間もびっくりしましたって俺が書いたんだけど、うん、結構有名なショップさんで多分ここに書いたら誰もが知ってるショップだと思いますよって言ったら、あじゃあ僕もこれからちゃんと言うようにしますみたいなことを書いてたりとか、はいはい、もう本当に着底しないなんていうのは当たり前の話で、中にいる生物に触らないとか、うんうんうん、俺らは触らないんですよ、はい、基本触らないんですよ。で触って動かして写真撮る人もいるんですよ。あもう構図重視になっちゃう。なんでしょう。あそうだ、写真重視になってて、はいはい、普通にコップ持ってってガラスみたいなプラスチックのコップ持ってって、そこの中にウミウシとか集めといて、重なり合ったいい絵になったら抜いて写真撮ったりする人もいるんですよ、うん、実際に。でそれはどうなのって俺とかちょっと思っていて、うんうんうん、でそれをしてまでなんか来てほしいのかなんか分かんないけど、でもそうやって撮ってるところに来る人はそうやって撮るんだよね、うん、あまあそっかそうやって撮った写真をどこかで紹介していたりするですか、ね、そうそうそう、だから難しいんだけど、はい、そのケラマとかでもそうなんだけど、あのホエールスイムをするって、僕はホエールスイムをするんだけど、
ショップさんの名前も言わなければどこでやってるとも言わないじゃないですか、いつも、うんうん、で真似されるの嫌だから言わないっていうのもそうだし、みんなが潜れなくなるだろうと思ってそのうち。でなんでかというと、あるショップさんの動画とかを見ると、これ危ねえな、ここで入っちゃうのと思ってるの俺は見てて、ひょっとしたらもうそっか、叩かれたら即死だけどな、事故が起きちゃう可能性があるんですね、うんうん、だって漂流さしちゃうんじゃないかぐらいの波の時もあるわけよ。うん、俺なんかもそういうのフロートで広げたらさ、 GPS で拾ってもらえるのももっと入ったりとかもするんだけど、はいはい、そういうことも考えてやるじゃない、うん、であとフラッシュつけないとか決めてるの俺たちって、まあ、そう驚かせちゃう師匠がいるから、はい、いやフラッシュはダメ、ライトとフラッシュ絶対ダメって言ってるんだけど、普通にフラッシュとライト持って入ってるんですよ、こっちの方やってるとか。だからそういう常識とかも、はい、なんかクジラのシンポジウムとかもやってて、うんうん、そういうのにも僕の仲間の人とか出てるんだけど、うん、僕も今年出たいですって言ってるんだけど、そういうことも、すごくしっかりしてるのがザマミかなって思ってます。あ、だからクジラと泳ぐのはダメ、ルールがしっかりとあるんです ね、 そうそうね、県外っていうか、そのザマミじゃないショップの人がここはダメとか、うんうん、あの糸満もありますよ、糸満も、糸満の船だけ、糸満に停泊してる船だけど、糸満であなたたちダイビングしちゃダメだよとかってあるんですね、許可出さないよみたいなことはやってるんですよ、はいはいはい、だからエリアによってちゃんだの、だから宜野湾もそうだし、うんうんうん、多分きちっとあって、だ変なところがその中でもそうか厳しい、うん、ザマミは厳しいよね多分。なるそうなんですね、うん、でもっとそのダイバーに対しては何だろう、技術的なこととか常識的なこととかはもっと言った方がいいような気はしてます。うん、俺はね、これ潜ってても本当になんでこんなにこいつら煙もくもく開けて濁っていっちゃうのみたいなのもあるんですよ、はい、でやっぱ、まあ、言ってみると基地の中の人が多いんですけどそれはちょっと地位の差があるんで、うんうん、まあ、なんともそこから改善してもらわなきゃいけないんだけど、はい、ザマミとかはやっぱ船で行かないといけないし泊まらないといけないから、うん、はいはい、まあ、その分のハードルが少しありますよね。そうそうそう、うん、でもまあ、そのハードルを超えるだけのものがそこにはちゃんとあって、うん、それを守らなきゃいけないとものとしてきちんとやっているのがザマミというところなんですね、まあ、やっぱ自然と付き合っていくっていうことをやっぱり、うん、本当だとあんまり感じないんだけど、ザマミ行くとすごい感じるかな、うん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 、俺はね、はい、俺は多分赤島とかなんか特にそうだけど、ウミガメとかもいっぱい見れるんだけど、そうか、もうその自然と一緒に上手に過ごしていくっていうことを考えられているんですね。そうそう、うん、で小笠原なんかで言うとウミガメ食べちゃってね、未だに。ああ、食べてるけど保護もしてるの、はいはい、だからやっぱ共存してるっていうこと、昔から続けてる共存してるってことに対してすごく言っていて、うんうん、もっと言うと三倉島とかってめっちゃイルカと泳ぐのが有名なんですよ、はいはい、でイルカが見れますっていうツアーをやってるんだけど、沖縄みたいに見れなかったら現金返しますって保証はしてないんですよ。あ、もう見れなかったらもうごめんなさいっていうぐらいなんですね。でそういうツアーにしないから沖縄はダメって言ってる人もいるんですよ、うん、あ、俺もそう思ってて、はいはい、うん、俺が行くところも保証してるけど、なんでしたら那覇のショップがある時から始めたんで、みんな見え習いしちゃったんだって。うん、だけどやっぱそれやっちゃうと、俺がクジラ今日見れたって、見れたよっていうのと、はい、あ、まあ、そっか、ショップさんで行って見れたっていう見れたが多分違うんだよねそれはあるかもしれないですね。え、あれを見れたって言っちゃうのみたいなとか起きちゃうじゃない、うんうん、だから見れるっていうことよりも見れるかもしれないで行って、その確率上げたらるためにショップが努力してて、はいはい、っていうことを理解してるお客さんを増やすことがすごい大事なような気はしていて、うん、うん、それ無駄で、いや俺なんか全然3日間チャーターでいくら払うんだろう、10、え、2人で行くから、20万以上払うんだけど、はい、まあ、宿泊入れたらそれぐらい使うじゃないですか、うん、で見れなかったら3日間行っても見れなかったら、みたいなことはないですもんね、ないよ、うんうん、見れないかもしれない、泳げないかもしれない、写真撮れないかもしれないけど、関さん大丈夫 OK ですって、それを了承していくっていう、そう、でそういう人を増やさないと、うん、ケラマみたいにね、ザマミさんとかすごく上手にやってるし、はい、綺麗じゃない、まあ、うん、とはいえ昔よりちょっと汚くなったかもしれないけどでもそれは本島よりかははるかに綺麗でしょ、はいはい、でやっぱ自然と隣接してるから、うん、って考えたらやっぱ価値は高いよね。そうですよね、うん、でそこをやっぱ本島の人たちは、いろんな開発をしてる人たちは一回ザマミとか見に行った方がいいよね。
上手にその一緒に共存しているお手本として、うんうん、と思う、うん、なんかその、うん、クジラ泳いじゃダメだよみたいなとかすごいなと思うし、うんうん、ウォッチングとかもちゃんと多分船からどれぐらい離れなきゃいけない何度でちゃんとあるんですよね。そうそう、ある決まっててやってるから、はいはい、そういうのしっかりしてるし、なんか、うん、ザマミさんは結構ザマミソンは俺結構好きで、うんうん、なんかしっかりやってるなっていう感じかな、ですね、まあ、あと、まあ、もう当然船で行ってさ、はい、ザマミって行くじゃない、うんうん、で20メーターくらいのさ、ダイビングの20メーターくらいの深度のところポイントつくじゃない、はい、もう上から下見えてるからね、いやむしろ潜る意味あるのかみたいなこれで良くないかっていうぐらい見えてるんですね。そうそうそうすごいな。俺はまあ写真撮るからカメラ持って入るんだけど、はい、これなんか意味あるみたいな、はい、でもそれぐらいの透明度はそうそう、だからケラマン綺麗ですよいいですね、うん、でもこのね今お話ししている海だけじゃなくてその陸に上がってからも自然がたくさんで、うん、天然記念物のケラマジカ、はい、で沖縄にも鹿いるんですよ、まあまあ、まあまあ見れると思うぞケラマジカは。でね多分大きさもちっちゃいんでしたっけ、うん、可愛らしい鹿が見れたりだとか、まあ、あとは重要文化財とかも実はありまして、うん、宝家という、ね、はい、沖縄の昔の建物お家が残っているところもあります、うんうん、でも多分本島の中とはまだ少し雰囲気が違う建物にお家になりますかね、うん、雰囲気違うね、うんうんうん、になりますので、そうですね、フェリーも、そうフェリーでもう1時間あ、そう高速系だと1時間ぐらいで、うん、フェリーだと、どれぐらいだっけな、もうちょっとかかるんですよ、はいはい、でもそれぐらいで行った先で全くまたちょっと違うものが見れるっていうのが、全然違う、うん、高速系でピョンってついて朝ついてもう多分3本ぐらい潜れるんだよダイビングだと。ああ、そんなに潜れるんだ、うん、でももうほんと全然違う、うんうん、であったかいしね、まあどうなんだ今水温どうなんだろうな、多分向こうの方があったかいと思うけど、うんうんうん、でまた本島って少し1日日帰りできるぐらいの距離でこれだけ違うものが楽しめるっていうのも、うん、そうですね、おすすめポイントではありますよね。朝一便の高速艇で行って、うん、夕方5時何分かな、でもダイビングもできますよ夕方その5時6時ぐらいが最後、バグした方がいいけどね、まあ、本当はね、うん、ですけどね、で忙しい旅行中でもちょっと行って帰ってくるぐらいの距離感でまた違う沖縄が見られるっていう、はい、そうですね、で今の季節だとその高速艇乗ってる間にもしかしたらクジラ見れるかもしれない、はい、あ一石二鳥ですね、一石二鳥かもしれない、うんうんうん、そういうラッキーもにも遭遇できるかもしれないザマミソン、はい、ぜひ、まあ、冬、はい、夏秋季節問わず楽しめる場所だと思うので、ね、まあ、夏の方がでもね多分やっぱ透明度高いっていうか綺麗なんで、はいはい、冬はまあクジラが来るんでクジラを目当ての人とかをぜひ、うんうん、まあ、あとダイビングやる人は全然内地から来る人は、はい、水温20度あるんで、まあ、余裕かな、余裕ですね、うん、多分、はい、いうところですのでぜひぜひ、はい、まあね、那覇に泊まった方も一足ちょっと足を伸ばしてザマミソンまで行ってみてください。はいあっという間にお別れのお時間です。ちょっと音楽がないのでちょっとねやりづらいんですがもしかしたら後でつけてくれるかないやいやいやそれはないと思うんですけど、はいはい、今ね少しトラブルもあってお聞きづらいところもあったかなと思うんですけれども申し訳ございません、ご了承ください、はい、で来週もこの時間にお耳にかかりましょう。それでは、はい。